小郡で20年以上エアロビクスを指導している教室ファインビート。競技エアロビックの全国大会に何人もの選手を送り出してきました。松尾風花選手、彼女もその一人です。2018年鈴木ジャパンカップの全国大会に出場した松尾選手から話を聞くことができました。保育園の遊戯会で他の人が泣いてるのに真ん中で踊っているのを両親が見て、ここの教室を6歳の時に見つけてくれて通い始めたのがきっかけです。きついんですけど、やれば夢中になるし、見ても楽しいスポーツだと思います。絶対全国大会に行こうっていう目標があるから。